海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしていて、いよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まるみたいだね。F-35B 戦闘機の配備先は、宮崎県のニュータバル基地に決定したよ。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されているけど、日本の無人機導入も着々と進んでいるんでしょ？うん、でも将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えるね。さて今回は、護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月時点で、海自の保有艦艇中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進めていて、艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているみたいだね。日本は太平洋戦争後、初めての航空母艦の保有が期とされているというわけだね。F-35 ライトニング2戦闘機について日本では航空自衛隊が通常滑走路仕様の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画でその分の予算化がすでに確定していて、この機体数は今のところ本国アメリカに次いで世界2番目に多い数になっているんだって。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが本国アメリカ以外では各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないらしく、次に多いオーストラリアでも72機ということだよ。イギリスのケースだけど、クイーンエリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズの艦載機として B 型のみが調達されているんだ。2015年前後にイギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数をマックス138機ほどを計画していたみたいだけど、最近は高価なこの機体の調達にストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が現実味を帯びてきていると言われているよ。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては程度の差はあるけど、似たような状況とされ、この転換の背後にはコストの問題だけでなく、今後ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったとみられるね。だからこそイギリスを含む多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったわけだね。しかし2022年2月、状況は一変しているね。そうだね。ご存知のように2月24日、ロシアが突然ウクライナへの軍事侵攻を開始し、戦争は未だに終わりが見えない状態だよ。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について大幅な増強を始めた国も出始めるようになったよね。ロシアウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども軍事費の増額を、政策として打ち出しているんだけど、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明となっているんだ。それでもイギリス海軍のクイーンエリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられたから、同艦が就役するまでは保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われるよ。航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属だけど、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属で、さらに言えば、クイーンエリザベスはアメリカ海兵隊の飛行隊も収容していて、甲板の共用ということになるんだ。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーンエリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、
今後の同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されているよ。当然アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング2 B 型を艦載機とする運用が進められているが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別で、このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということだろうね。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定で、出雲型護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められているよ。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるみたいだね。というのは、海自は今まで敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずだし、空自は対艦攻撃を主眼に置くわけだから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安ってわけだね。アメリカ軍であればワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っており、この MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のテルトローター機として有名だが、胴体が従来から使用していた回転翼機で中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的な機体ということでも知られているらしいよ。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思うけど、従来の CH-46C ナイトに比べると移動速度は約2倍。作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということで、この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を構築可能と言っても過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているんだ。一方日本の場合だけど、出雲型護衛艦を回収して航空母艦化したとしても、空自はオスプレイのような機体は持っていないから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われるよ。陸自は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有しているけど、今後も空自は独自にこうした機体調達を行う予定はないらしく、その連携も必要になってくると考えられるね。そうなった場合、出雲型護衛艦などの艦艇は海自、F-35 ライトニング 2B 型などの艦載戦闘機は空自、V-22 オスプレイなど輸送機は陸自と、すべての所属が異なることになり、指揮命令系統の一元化は強く求められるだろうね。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できるが、尖閣諸島など南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題だと思う。ただしあくまでも試験だが、まさに航空母艦化回収中の出雲型護衛艦2隻と、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型に、運用に関してあまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うね。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末に提出された次年度の防衛予算概算要求で建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいもんね。前年の2008年時点で出雲型護衛艦には、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用する能力を視野に入れていたと言われるけど、当時の時代背景では、政治的にも日本が航空母艦を保有することはタブーとされていたんだ。だから海上自衛隊独断でこうした決定を下せるわけではなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の、艦載機化を考えながら重量や大きさに対処できるエレベーターや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思うよ。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終わったとしても、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはなく、しかし固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。